ntt ドコモは今日携帯電話の契約を途中解約する際にかかる違約金を来月1日から廃止すると発表しました。既存の契約まで含めて違約金を全廃するのは携帯大手3社で初めてです。総務省は携帯大手3社に対し、利用者に不利な条件の契約を早期に解消するよう要請していました。